ザ・スピニング・ダンサー。地面に接している方の足を左足と見れば、女性は時計回りに回転しているように見え、右足と見れば、半時計回りに回転しているように見える。シルエット作詞、またはスピニングダンサーは、ピルエットする女性ダンサーのような相安定性作詞である。この作詞は、ウェブデザイナーの千原信之によって最初に作られた。 この図形の女性は時計回りに回転しているようにも見えるが半時計回りに回転しているようにも見える。この現象はこの作詞に奥行きの四角手がかりが存在しないことにより生じる。例えば彼女の腕は彼女の前を通って回転するようにも後ろを通って回転しているようにも見え、どちらと見るかによって回転が時計回りに見えるか半時計回りに見えるかが決まる。 さらに、このシルエットには、表面の情報もないため、ある時点で、彼女がこちら側を向いていると見るか、あちら側を向いていると見るかによって、彼女がどちらの足を地面についているのかが変化する。同様の視覚的曖昧性を利用した作詞は、複数存在する。その例として、ネッカーの立方体がある。見る人の近くによって、見かけ上の回転の方向が、たびたび変化する。 また、人によっては回転の方向が全く変化しない人もいるだろう。知覚される回転の方向を変化させる方法の一つとして、一旦目線を他方に移し、回転の向きを逆方向にイメージした後にゆっくりと目線を戻す方法がある。人によっては回転する足や女性の下にある影などの図形のある、 特定の領域に視線を集中させた後、ゆっくりと目線を上に上げるだけで、容易に近くされる回転の向きを変化させることのできる人もいるだろう。新たに視覚手がかりを付け足すことにより、半時計回りと時計回りに近くされる回転を変化させたバージョンも存在する。より詳しく踊り子の動きを調べたい人のために、シルエット作手をフレームごとに示した図。図は、 上の動画を34フレームに分けたものである。ありがとうございます。